どもども、帝国海軍解説チャンネルの時間だぜ。今日は何の解説をするのかしら？今日は、ゼロ戦の前身である、旧6式艦上戦闘機について解説していくぜ。ゼロ戦は知っているけれど、旧6式艦上戦闘機はあんまり知らないわね。旧6艦船は主に日中戦争から太平洋戦争初期に活躍した戦闘機で、後のゼロ戦開発にも大きな影響を与えたんだ。その辺も解説していくから最後まで聞いてくれると嬉しいぜ。よろしくお願いします。さ、それでは旧6艦船の解説を始めていくぜ。1933年から1934年にかけて、欧米各国では単用の高速機が順次開発されていた。だが、日本海軍は航空母艦への着艦と空戦時の旋回性を重視し、単用への切り替えが遅れていた。1935年に正式採用された旧5式艦上戦闘機も服用で、速度は352キロという低速だったんだ。ちなみに、1932年に初飛行したドイツのハインケル70は、輸送機として開発され、さらに3年前に初飛行しているにもかかわらず、377キロという高速を出すことができたぜ。そう考えると遅いわね。航空機開発において、3年って大きいものね。帝国海軍もこの低速では今後の戦闘は困難と考え、1934年の次期艦上戦闘機の設計に再支給した短座戦闘機として、あえて艦上機としての性能を要求せず、近代的高速機を求めた。海軍は1934年に三菱航空機と中島飛行機の両社に試作指示を出した。要求性能は、最高速度352キロ以上、上昇力は高度5000メートルまで6分30秒以内、兵装は 7.7 ミリ機銃 ×2 だった。飛脚は構造重量の増大や、中国大陸での未舗装の飛行場での運用を想定して、引き込み式とはせずにできる限り小型とした固定脚としたぜ。あら、思っていたよりも要求性能は高くないのね。ゼロ戦の時に無茶苦茶な要求をされたって聞いてたから、今回もそうなのかと思っていたわ。1935年に試作機が完成。審査の結果、三菱機が採用された。ちなみに、この三菱機の設計を行ったのが、後にゼロ戦も設計する堀越二郎だ。完成した試作機の実測値は、最高速度451キロ、上昇力は高度5000メートルまで5分54秒という、要求性能を大きく上回るものだった。この性能には開発を命じた海軍も驚き、軍のパイロットが試すまで性能を信じなかったほどだぜ。まあ、無理もないわよね。要求速度を100キロも超えていたら、これは計測ミスなのではないか、と疑ってもおかしくないと思うわ。ここまでの性能を達成できた大きな理由として、沈騰鋲を全面的に採用したことが挙げられる。沈騰鋲？沈騰鋲っていうのは、リベットの頭が非接合材と同一平面になり、平滑面が得られる特殊リベットのことだ。従来のリベットでは金属板表面に頭が突出し、高速で飛ぶ航空機における重大な空気抵抗の原因となっていたんだ。沈騰鋲の採用はこれを改善することができ、旧6艦船がここまでの高速を発揮する要因となったぜ。そして、これは後に開発されるゼロ戦にも活かされたぜ。ゼロ戦がいきなりすごい戦闘機として完成したわけではなく、こういう段階を踏んでいたのね。こうして高い性能を叩き出した旧6艦船だが、すぐに実戦配備されたわけではなかった。え、なんでよ。早く配備した方がより多くの戦果が期待できるんじゃないの？試作1号機が実戦配備するには問題があったんだ。まず、主翼は逆ガル型だったんだが、これはただでさえ難易度の高い空母での着艦をさらに難しくしてしまったんだ。また、試作機で採用した発動機は高出力な代わりに信頼性が極めて低かった。出力と信頼性ってどっちの方を優先するべきなの？当然どっちも重要だが、どちらかを優先するとなると信頼性だ。どれだけ高速でも突然発動機が止まるような戦闘機には乗りたくないだろ？そうね。それにそんなことが起こるってなったら、部隊の士気もかなり下がってしまうわよね。そこで発動機を低馬力にはなるものの信頼性の高いものに変更。主翼も逆ガルから通常のものに改められた。そのため、初期の1型では最大速度は400キロ程度であり、主翼生産型となった4型でようやく最大速度が435キロになった。結果的には最後まで試作機のスペックを超えることはできなかったぜ。まあ、それでも要求性能は超えてはいるものね。これで問題が解決したのね。だが、それでもまだ実戦配備されるには壁があった。え、まだ配備されないの？実は海軍内で旧6艦船の採用に反対する人たちがいたんだ。1935年6月、試作2号機のテストを行った横須賀航空隊分隊長源田実海軍隊は、
上昇力速力に問題はないとしつつ、射撃性能着艦性能は特に優れているとも感じられず、さらに舵の利きも問題視して格闘性能に疑問を持った。その後の採用会議で源田は、単揚機の旋回性能の悪さを指摘、副揚機の救護式艦上戦闘機の方が優秀ではないかと意見。大西滝次郎横須賀空教頭もそれを支持して、中央当局は単に机上の空論に頼ることなく、もっと実際に身をもって飛ぶ人の試験を尊重して方針を定められたいと意見した。まあ、実際に扱うパイロットにとって操作性が良くなかったら、あまり良い戦闘機とは言えないものね。そこで模擬空戦が行われることになり、源田らの判定に任された。結果、96艦船は格闘性能にも優れていることが分かり、源田は自身の不明を詫びてその後は96艦船の熱心な支持者となったぜ。こうして試作開始から3年経った1937年、ついに実戦配備された。おお、やっと実戦配備されたのね。1937年9月4日、加賀飛行分隊長中島忠海軍隊式の96艦船2機によるカーチスホーク3機撃墜が96艦船の初戦火となった。その後も96艦船はその高速性と高い運動性を生かして各地で活躍。特に関空上空で行われた空中戦では7機対78機の圧倒的劣勢の中、損害2機撃墜51機と圧勝しているぜ。あ、圧勝じゃない。試作から時間をかけただけあって、しっかり結果を残しているわね。しかも問題点を解決してから実戦配備したからな。現地での機体トラブルも少なかったぜ。だが、そんな96艦船にも弱点があった。航続距離だ。96式艦船の行動半径は400キロだったため、重慶などの中国奥地への長距離爆撃を護衛することができなかった。これによって陸攻隊に大きな被害が出てしまった。また、7.7 ミリ機銃も威力が不足する場面があったんだ。高性能な戦闘機だったけれども、完璧ではなかったのね。96艦船での課題は、次世代の戦闘機に大きく影響を与えることになるぜ。その後96艦船は新型の零式艦上戦闘機と入れ替わるようになってくる。太平洋戦争初期には、まだゼロ戦の配備が間に合っていないこともあって、小型空母などに配備されていたが、それも徐々に数を減らしていき、最後は練習機として使用されたぜ。96式艦上戦闘機の解説は以上だが、霊夢どうだった？要求性能を大きく上回る性能で、日中戦争で大活躍したのがかっこいいと思ったわ。ゼロ戦などの後継機に大きな影響を与えたっていうのも、個人的には結構好きだわ。当時、単揚機の実用化は一流国の証でもあったんだ。そういう意味でも、96艦船が日本に与えた影響は大きかったぜ。また、設計者の堀越二郎氏が、後の零式艦上戦闘機よりも会心の作であったと言っているあたり、本当に優秀な機体だったんだと考えられるぜ。このチャンネルでは大日本帝国海軍の航空機や艦艇を中心に解説していくので、もしよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また、これについて解説してほしいなどありましたら、コメント欄で教えていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。